どうも、吉川修司です。最近のですね、患者さんの傾向と、具体と抽象に関して、動画でシェアしたいかなと思います。最近、自分の患者さんもそうですし、他の患者さんと他のセラピストとの会話を聞いていても、どうも、自分のことをほとんど考えていないという人が増えてきているような感じがします。それはなぜなのかなとかっていうふうに思うんですけども、最近、発熱外来、という外来が登場して、その外来がパンクしているというようなニュースがよく聞くことになりました。昔で言うと、例えば小児科とか内科というところに、かかってたでしょう人が、発熱外来というふうなところにかかっていることによって、そこがパンクしかかっているというようなニュースですね。で、発熱外来っていうのは、具体化、抽象化で言うとかなり具体に近いんじゃないかなと思うんですね。内科とか、消化器科もちょっと具体に近いですけど、内科、小児科っていうふうになるとかなりちょっと抽象度は発熱外来よりも上がると思うんですね。発熱外来というと、もう発熱してる人が来る外来というふうになりますんで、当然熱が出たなと思ったら行くところになる。と思います。だからこそ増えているとは思うんですけども、問題はこの発熱というものの捉え方になりますよね。どこをもって発熱と理解するか、はっきり言って人によるところがあると思います。そもそも平熱が36度に満たない人が37度後半になればすごい調子が悪くなる。つまり症状が出る。かと思えば、36度5分が平熱の人だったら、37度後半では大したことないっていうふうになったりすることもあるし、その逆も考えられると思いますんで、熱、つまり測ってみた数字だけを判断する外来というのが発熱外来。つまり数字を追い求める外来になっているのはかなり具体に近いのかなと思います。そこに症状という概念は時としてなくなっている。これがますます人が考えることをやめていく一つの手段じゃないですけど、一つの結果になってるんではないかなと思います。だからこそ、ほとんど考えない人は熱が出たらそこに行く。しかも発熱外来って名前があるので、そこにもう行くしかない。選択肢はそこしかないというのは、もう一通り一辺倒ですね。何も考えてない。本当に条件反射でそこに行くことになってしまうから。ちょっと考え直した方がいいんではないかというところで、この具体の抽象の使い方ですよね。わかりやすいのはいいことだと思います。熱が出たら来てくださいねっていうところなんですけども。それは熱が出て何をもってそこに行ったらいいのかっていうところですね。そもそも熱が出るっていうのは何か外敵が来たものを体内で殺すために熱を上げてるわけ。なので、その反応自体は決して悪ではないですよね。むしろいい反応。人間としては普通の反応と言っても過言ではないと思います。で、人間は当然体調がいい時もあるし悪い時もあるっていうのは普通なので、悪い時、例えば熱が出ました。熱が出るっていうのは菌と戦っている証拠ですので、それを乗り切れば、ちょっと強くなったりするかもしれませんし、そこの経験が一つ手に入るかなと思うんですけども、どうせ、何も考えてないですから、発熱外来行ったら多分熱を下げるっていうことで、熱は多分悪として考えてるでしょうからね。熱を下げることしか考えないと思うんですね。患者さんもそれを求めて行ってるので、当然お医者さんは解熱剤を出すしかない。もうこれしかないわけなんですね。逆に言うと、発熱外来行ってもやることって多分それだけなんじゃないかなと思うんです。むしろ、発熱外来行って熱があるのに、薬も何も出さないで、これぐらい熱だったら大丈夫ですって返すっていうことに、患者さんはどう反応するかっていうと、おそらく切れると思うんですね。何もしてくれないというような、もう今はそれが普通の人のベースになっていて、何も考えないっていうところが、もう具体抽象で、もう具体に行けば行くほど何も考えない状況をあえて作り出して、それで、人が多くて困ってるって言っても、それは発熱外来っていうが概念を作ってしまった側が悪いとしか、言いようがないかな。
そういうふうに具体と抽象の使い方によってはかなりいろんな弊害、あるいはまあメリットもどちらもあるとは思うんですけども、どうもこの考えない人間にとってはますます考えない方に進んでしまうというような結果が今見えているんじゃないか。まあ、コロナによって二極化したっていうふうに世の中では言っていますけども、まあ、ますますその二極化というのが露呈されている。この具体と抽象ということを考えてみても、もう抽象度の高い概念はもう考えることができないので受け入れられないっていうふうになるので、まあ最近私、まあリハビリで話をしても、なかなかやっぱり相手に納得はしてもらえないかなと。まあある意味ちょっと諦めつつも毎回毎回同じことを話す。まあ自分はすごい偉いなというふうに勝手に自分を評価して、まあ毎回毎回同じことを言うわけなんですけどね。痛みは頑張っているところであるとか、なんで痛くない方法を選ばないんですか？とか、痛かったらその別の方法、痛くない方法を探せばいいじゃないですか？とか、痛みの手前まで動けばいいじゃないですか？っていうのを、まあ、同じ患者さんにも、まあ、ほぼ毎回言ってるような感じになるんですかね。まあ、考えない相手に言ってもしょうがないっていう面はあるんですけども、まあ、いつか気づけばいいかなというふうな自分の思いでそれを伝えているっていうのが今の現状ですね。この現状は変わらないとは思うので、まあ、私のところに来た患者さんの中の、まあ、一握りでもいいから、自分のことを考える。考えて何か行動するというようなことになってほしいかな。ちょっと世の中の流れが、ますます具体化の方向、しかも求めるものも具体というふうになってしまっているので、もうちょっと抽象度を上げる、抽象。これは日本人のいいとこだと思うので、それをもう一回取り戻していったら、なんか世の中変わるのかな、というふうに少し思いました。そんな最近の患者さんの傾向から、具体と抽象を絡めて少し話してみました。以上です。